いや、お疲れ様でした。どうもお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。疲れ終わりましたけど。疲れ終わりです。はい。いかがでしたか。なんかこう気づいたこととか、よかったですか。1日目はね、ちょっと戸惑って、県産流のですね、やり方を、まあ、ついていくのがようやっとだったんですけど、まあ、2日目になりましてね、だいたいテンポが分かりまして、非常に、今日は楽しくできました。で、まあ、肘を使うところだからね、まあ、サボりじゃないけども、聞かせながら、少し休めるっていう、ね、あのパターンも勉強できまして、今日本当に良かったですね。ちょっと改めてそれを今日は勉強させていただきました。これは使えるぞということでありがとうございました。ありがとうございました。はい、2日間終えられた現時点でなんかここが良かったとか収穫だったとかいうところってありますか。今まで課題と思ってなかったことがなんかたくさん課題できてきたので、すごく良かったです。これからまたこの課題をクリアしていけたらいいなと思います。DVD で学んだことと、まあ、実際にこう体感されたじゃないですか、はいはい、全然違う、何が違いますか。全然違います。 DVD では、見て見よう見まねで、あ、この辺を聞かせたらいいんやなっていうのを思ってやってたんですけども、実際、話を今朝から話を聞いてでしてもらって聞かされ感を感じたら、やっぱりやり方が変わってきますよね。間違った捉え方もしてるので、それをちゃんと直してもらえ、実際直してもらえるのがすごく良かったです。私もまだこれからなんですけれども、やっぱり習うのと習わないのは全然違うと思うので、やっぱり自信につながって、これが自信につながっていると思って、まあ、それなりにこう施術ってやってきたんですけども、特に、今日すごく参考になったなと思うのは首周りの、施術ですね。今までその首周りっていうのはすごくデリケートな場所なんで、この強く押すっていうことはあんまりほとんどできなかったんですけども、そういったところを、まあ、ここまで押してもいいんだっていうような施術を覚えられたっていうのは非常に良かったです。結構首周り凝ってる人いるんですけども、なかなかこうほぐしてあげられなくて悩んでるところがあったんですけども、そういう面ではすごく今日習った技はすごくこれからも患者さんのために使えるなっていうのがあったんで、大いに使えるようになりたいと思ってます。ありがとうございます。あと肘によるこの施術っていうのは今まではほとんどやったことなかったので、だけどまあそのやり方を教わると、割とこう、割といいかもっていうのがすごく勉強になりました。まあ、そういう意味では本当にこう参考になる施術のやり方だったんで、大いに使いたいと思います。どうもありがとうございました。これからちょっと一歩踏み出そうかどうしようか迷ってる方いらっしゃると思うんですけれども、そういう方たちに一言メッセージいただけますか。そうですね、やっぱり例えばツボの場所っていうのはある程度のこう習ってるんですけども、その押し方とかいうやり方っていうのはやっぱり実際にこういった施術をやってる方のに聞いた方がいいと思うんですね。そういう意味ではぜひ参加してそういったところを習うといいと思います。はい、ありがとうございます。はい、3日間お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。3日間終えられていかがでしょうか。はい、ちょっと今朝の DVD フルセットを買って iPad に入れて日々を見てたんですけど、全然見るとやるとでは大違いで、本当にありがとうございました。すみません。ありがとうございました。はい、